あの男は日本中、世界の、偉い人たちも含め、安倍さんが亡くなったことに対してみんなが喪に服してるときに風俗嬢を呼んで鈴木の町で飲んでました。まあそこに誰がいたかなんていうのは大体想像つきますよね。皆さん、俺そういなかったですよね。言えなかったですね。ガシ、僕が言いたいのは、先ほどもちょっとこの自分の生配信に言ったんですけども、ガーシーさんちょっといいですか。堀江も入って、選挙は同情票でやるんじゃないんですよ。堀江です。あ、初めまして。どうもどうも、初めまして。いきなり堀江も出てきたら、はい、堀江もの暴露ないですか。大正解です。ベラビスタ、ベラビスタ、それぐらいしか方法思いつかなかったです。ベラビスタの堀江さんのやつだけやめといてください。いや、いいんです、いいんです。僕はベラビスタのアンバサダーだったんで、はい、あの、僕は全然公開してるんで、別にあの、めくられることないんで、何も。かっこいい。いやいやいや、何もないです。全然何もないです。はい、あの、いいんですけど、まあ、三木谷さんの件はちょっと僕もあんまり言うとあれなんで、あの、ガーシーさんにやってもらってですね、あの、ちょっとなんかいろいろね、角が立つんでね。ガーシーの放送に今堀江さんが出演してるでしょ。あ、そうなんですか。ガーシーの放送に今堀江さんが出演してる。声だけですけど出てます。すげー、はい、声だけ出てます。すげーな。これ絶対引っかないと思ってた2人でしょ、どっちかっていうと。まあ、なんか近くにはいたみたいですけどね、西麻布の界隈とか、なんか共通の知り合いいっぱいいました。あ、だって光くんとも仲直りしますから。まあまあまあ、光くんはいいとして、はい、僕それでね、あの、堀江さんの店行ったことあります。ああ、そうなんです、麻布十番のね、バーですね、はい、芸能人がよく来るバーですね。はい、僕は来た人の名前とか言わないですけど。ああ、さすがや。ちょっと言えねえな。和牛マフィアにも行きました。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ、でもうちの店、マタさんは来てたわ。あ、マタさんと知り合いですよ、堀江さん。いや、知り合いって、まあ、普通に仲いいですけど。はい、僕ちょっと角立つんで、あんまりそれ言わんとこうと思ってましたけど。で、とりあえず、いいですか、ガーシーさん当選しそうなんですか。ガーシーはもう当選確実に近いんじゃない。まあ、これだけの人がいるんで。いやいやいや、ちょっと待って、大丈夫、大丈夫、皆さん入れないと大やばいんじゃないの。いや、だからまだ 100% じゃないですよ。今の予想では 90% ぐらいが当選すると言われてるだけであって。いや、ちょっとそれ頑張ってもらわないとね。皆さん頼みますよ、皆さん。はい、あとですね、ちょっとこれ、ちょっとガーシーさんの、あの、配信とかの中で言うのもちょっとあれなんですけど、僕のあの元マネージャーのですね、斉藤健一郎というものがおりましてですね、NHK 党の副党首をやってるんですけれども、まあ、彼もあの選挙活動頑張ってるんで、あの、少しだけ斉藤健一郎とかって書いてもらえるとちょっとありがたいね。この後ちょっと多分登場すると思うんで、ごめんなさい、なんか邪魔しちゃってすいません、ガーシーさん。僕そろそろ帰りますんで。全然大丈夫です。はい、ありがとうございました。全然大丈夫です。立花さんも頑張ってください。あの、皆さんもですね、ぜひあの、明日投票に行ってください。頑張ってください。はい、ちゃんと言ってきましたから。あ、ロケットありがとうございます。はい、頑張ってますんで、はい、はい、ありがとうございます。すいません、忙しいところすいません、堀江さん、ありがとうございました。ハロー YouTube、今日はですね、寿司屋に来てます。なんかこれから食うわ。ということでですね、先ほどですね、NHK 党の、まあ、うちのね、あの、マネージャーの斉藤健一郎というのがですね、比例代表で立候補しておりますので、あの、2枚目の投票用紙に斉藤健一郎っていうふうに書いてもらえると、まあ、彼が当選する確率が高まるということで、それもまあ選挙応援に行ってまいりましたら、なんとですね、ドバイからオンラインでガーシーさんが繋がってて、某 M 社長のですね、悪口を言っててですね、悪口暴露わかんないですけど、何かを言ってて、うん、すごいところに来てしまったなと思ったんですけど、なんとネット中継が繋がっていて、僕初めてですね、ガーシーさんとですね、対談みたいになっちゃって、ガーシーチャンネルにまで出ちゃったということでですね、まあその辺のちょっと構造を今ご説明したいなというふうに思っていて、まあ今ですね、それこそですね、その M 社長も含めてですね、いろんな人たちのですね、をめくりまくってるですね、ガーシーさんなんですけども、
で、まあ結構その YouTube だったりとかですね、Twitter、まあ Twitter のアカウントはバンされまくったらしいんですけど、YouTube もそろそろ危ないんじゃないかと、大物を叩くとですね、それだけですね、まあ大きな広告主だったりとかするんで、それなりの圧力がかかるんじゃないかということで、いや、そしたらですね、本当にあの動画が全部なくなっちゃったみたいな話を噂で聞いて、どうしちゃったんですかって思ったら、なんとですね、すごい戦略を考えていてですね、今もメンバーシップで、YouTube のあの有料のメンバーシップあるじゃないですか、あれで、なんと、メンバーシップ制にして切り抜き動画を作る人たち、いわゆる切り抜きさんが500人以上いてですね、ガーシーチャンネルは今、YouTube ライブでしかやらなくてですね、そこから勝手に切り抜いて、その500人がですね、動画を上げまくるというね、そんな状況になっていましてですね、これはもうだって500人が束になってバンされようないよねっていうか、もうするの大変だよねみたいな話になってるっていうところがすごいなと思って、でもこれもう YouTube ライブもバンされちゃうんじゃないですかと思ったらですね、これはもうなんか NHK 等々から出てる、あの、FC2 の高橋さんに頼んで FC2 でやるみたいな、いやそれは確かに FC2 はバンされねえなみたいな話もあってですね、これ完全にもう文春とかのレベルを超えて、これもしかしてワンチャン僕参議院議員明日なる可能性ありますもんね。これもし貸し通ったら世の中の人たちはあのどうやってその情報の信憑性を正しいか正しくないか判断してるかっていうと、論理的科学的に考えて判断してるわけじゃないんですよ。だから陰謀論とかにみんな引っかかるわけだけれども、それで大変なことになってるわけだけれども、基本的にはみんなその人の地位とか格とかブランドとかそういったものを見て、その人が正しいことを言ってるかどうかを判断するんです。だからもしガーシーが参議院議員になったら、あの参議院議員が言ってることなんだから正しいことだろうというふうになっちゃうわけですよ。で、それをバンされないような形でですね、海外のプラットフォームを通じて拡散するっていうシステムがこれ出来上がったら、本人しかもドバイにいる。これはね、大変なことになりますね。世の中ひっくり返りますね。怖いですね、僕も。ということで、そんな世界に行ってらっしゃい。あ、最後はですね、あのうちの斉藤健一郎がですね、立候補しておりますので、2枚目の投票用紙にですね、斉藤健一郎と書いていただけるとですね、ありがたいです。1枚目の投票用紙はお好きな方にどうぞ、そう、あなたの選挙区のお好きな方にどうぞ、2枚目の投票用紙に斉藤健一郎というふうに書いていただけるとありがたいです。ということで、この後斉藤健一郎の動画が入ります。いってらっしゃい。